ンナの見る目、私の目は間違ってなかった。器が大きい男性の特徴4選。好みの男性のタイプとして、包容力がある、とか、器が大きいを挙げる女性は多いですよ、ね。でも、器が大きい、とは具体的にどんなことなのでしょうか。働く女性に聞きました。近くドライブで、ドライブ中に他の車に割り込まれても平然としているところに器の大きさを感じました。23歳、その他その他、ドライブで道を間違えた時に道はつながってるからと言ってくれた。30歳、機械精密、機器事務系専門職、こちらが疲れている時などに会うと、気を利かせて車の中でもシートを倒してくれていたり、さりげない気遣い。28歳、自動車関連、営業職、車の運転中には人が変わるという男性もいるかもしれませんが、逆にドライブ中ほど器の大きさを感じる場面もあるようです。ドライブ中にはイライラしがちな出来事が多いものですが、そんな時でも全く動じない男性は器が大きいと言えそうです。視覚周囲に対して優しい、店員のミスなどを全く気にせず許せる姿を見た時。25歳、食品飲料専門職、後輩が失敗した時に一緒に上司に謝っていた。25歳、医療福祉専門職、計画通りに進まないことも含めて楽しんでいる人。25歳、人材派遣人材紹介事務系専門職、デート中でも仕事中でも周囲に対して優しくできる人は素敵ですよね。資格、彼女の失敗に怒らない、料理があまり手早く作れない私にゆっくりでいいよと言ってくれた。31歳、自動車関連事務系専門職、連絡が取れない環境にいて待ち合わせに遅刻したが機嫌悪くなく会えるのを楽しみにしていた。31歳、情報糸 GGIU2CI 欲、デートにはハプニングがつきものです。携帯電話を忘れて連絡できずに遅刻なんていう状況は誰でも経験したことがあるのではないでしょうか。そんな時に怒らずにいてくれるとますます好きになってしまいますね。四角気前よくおごってくれる、デート代をすべて払ってプレゼントもくれた時。27歳、機械精密、機器事務系専門職、ワインを注文する時に値段を気にせず一番飲みたいものを注文するように勧めてくれた。28歳、ソフトウェア技術職、気前が良い人はもちろんお金に余裕があるという面もあるかもしれませんが、一緒に食事する時間を楽しんだり、美味しいものを食べることを楽しんだりする人なのかもしれないですね。資格まとめ、いかがでしょうか。お付き合いするならぜひ器が大きい男性と付き合いたいものですね。民の声に続く。